世界中を震撼させる日本初のミュージックシーンビジュアルロックをピックアップするこのプログラム、今夜はアリス9の最新クリップと独占インタビューを緊急大公開。さらに渋谷で行われたあのイベントの情報など、ビジュアルショックな奴らが続々登場。まず今夜最初のアーティストはアリス9。2004年8月に結成、活動開始以来ライブ動員数を着実に伸ばし続け、人気実力ともにオーディエンスから絶大な支持を集める5ピースバンド。今回はそんな彼らが約4ヶ月ぶりにリリースするニューシングルの最新プロモーションビデオとメイキング、そして独占インタビューを大公開。ビジュアルショックをご覧の皆さん、アリス9です。8月12日都内撮影スタジオ、この日新曲翼の PV 撮影が行われていた。みんなで広げていった感じですけど、そうなんですよね、まあ、最初に作った時職人はまあ行ってなかったんだけど、まあ、本当にこれからもアリス9は止まらないでこう突き進んで羽ばたいていくような、そうですね、こうバンドにしたいなっていう気持ちを込めて作った曲なので、すごい職人がねこうタイトル歌詞をつけてタイトルが翼っていうのをつけた時に、ああ分かってるなと思ったら、嬉しい嬉しい、はい、まあ、そうだね、こうリズムはね、はい、早い感じで、早い、アリス9では珍しい、そうね、うん、まあこの曲で初めてツタツタツタみたいな音源としてやってみたから、熱いリズムで、熱いリズムで、はい、それに合わせてベースもツタツタツタみたいな刻んだね、それとお前なんか走る感じ、疾走する感じで、まあギターに関してね、結構今回はハモリも多くね、うん、取り入れて2人でね練ったりして、すごい結構ね、ほんとツインギターならではなフレーズをね、うん、2人で練ってかっこいい仕上がりになったんじゃないかなって、まあ本当にバンド感のある中で、それでねボーカルのメロディーもいい感じについたと思うんですけど、そうですね、はい、みんなに気持ちが伝わればいいかなと思ってます。はい、そうですね、レーザーを使ってね、デジタルと現実の融合っていうコンセプトで作ったんですけど、本当にこの辺を見てくださいって言われてるのに、レーザーが出てるからこの辺は見ないでくださいって言われて、どっちなんだみたいな、そういうこともありながらも、すごいね、監督さんもスタッフさんも皆さんが頑張ってくださって、いい PV が撮れたんじゃないかなと思っております。はい、アリス9で翼をご覧ください。アリス9の躍動感みなぎる思いが詰まった渾身の入幕誌翼のクリップをドロップ。
が入ったんで、もう何もないマークシートで演奏して、すごい、なんていうんですかね、何もないところで演奏するのがすごいむずい、うん、難しい、合成用のマークシートみたいなね、そうそうそう、緑色の、ああいうの初めてだったからね、そうですね、なんか最先端って感じで、そうですね。この後もアリスナインの独占インタビューを大公開、チェックチェック。